あの間違いのない事実、高さが足りない、引っ張る力の。今ね、機械が天井にくっついてて、で、ゴムの長さがこんぐらいなんですけど、それをね、機械をこの横の柱につけることによって、ゴムの長さをね、すごく長くして、でビヨーンってもっとなるようにしていきたいと思います。で、さらにこれギア付きの滑車なんですけど、これ面白いことに、ちょっと引っ張るだけでビヨーンってすごい引っ張ることができるんです。なんでここを思いっきりゴムで引っ張ることで、ここがね、もうビヨーンと、これによってね、さらにその長いゴムの引っ張る力をさらに2倍あることにすることができる。ちょっとないっていうか、もう分かんない。あとはね、今から家に来る友達に自分のことを襲わせて、で、襲ってきた瞬間俺はバビヨンとね、天井突き破って逃げてやろうと思うんですけど。まあ、問題なのはどうやってね、友達に自分のことを襲わせるか。まあ、でもこれは俺、伝えることが一番の得意。もう俺もね、皆さん、刮目しててください。伝わる力 100% 10っすかよ。ね、言われてた時代もありました。まあね、あとね、5分ぐらい。今からお前は俺のお母さんだ。今からお前は俺のお母さんだ。勉強しやがれってブチギレながら俺のことを襲いに来てください。わかりました。襲いに来てください。勉強しながら勉強しながら勉強しやがれ。分かったのか。分かったよ。分かりましたよ。あ、痛い。